あるいは M63、XM22、XM23、XM207、M23 モッドレイ機関銃、M23 モッドレイマシンガンとは、ユージンストーナーが1960年代初頭に設計した銃器である。製造は主に、キャデラックゲージ社によって行われた。ベトナム戦争期、アメリカ海兵隊及び、ネイビーシールズが、 限定的に採用、使用したほか、少数が、法執行機関に売却された。いわゆるシステムウェポンで機関部を中心に重銃心と三脚を、つけて、重機関銃、他に、部品交換で、車載機銃や、分隊支援き、アサルトライフルにもなる。球団方法も、弾装とベルト式が選択でき、球団方向も自由であった。 ストーナー 63A1 マーク23モッドでコマンドで武装するネイビーシールズ隊員。標準のストーナー63よりも短い15.7円重心を備える。AR-15 や AR-10 など多くの軍用消火器の開発に責任者として携わっていたことで知られる友人ストーナー技師はアーマライト代社ごまもなくして共通の機関部に 各種の交換可能なコンポーネントを取り付けることで構成される重機のコンセプトを考案した。このコンセプトのもとに開発された重機はいくつかの部品を交換するだけで不標銃、カービン、機関銃などそれぞれの下機の役割を果たせるものとされた。ストーナーは、ベーカリフォルニア州コスタメサにあるキャデラックゲージ社西海岸工場に勤務していたハワード・カーソンの助けを得て、 同社社長ラッセル・ベーカーに対し自らの考案した新しい火器システムの実現性や商業的可能性について語った。これに感銘を受けたラッセルはすぐにストーナーを雇用し、またコスタメサにて同社の消火器開発部門を設立したのである。新型重機の開発にあたり、ストーナーは古巣のアーマライト社からロバート・フレモントとジェームズ・ウェル・サリバンの2名を引き抜いた。 なお、サリバンは後に、ウルティマックス100機関銃の設計に携わる人物である。最初の試作型は、7.62X51mm、ナトー弾を使用する銃器として1962年に完成し、ストーナー M69W と名付けられた。M69W という名称は逆さにしても、全く同じように読めるが、これはストーナーが考案した。 火薬系機関部の構想を象徴した命名であったとされる。続く設計案は単にストーナー62と呼ばれるもので、より大量生産を意図した設計になっていた。しかし、間もなくして設計チームでは、陸軍で新採用となった M193 弾を使用する設計への転換を決定する。この弾弾は、かつてストーナーが、 AR-15 の開発の折に使用した銃弾であった。小口径転換後の設計は、ストーナー63と呼ばれた。1963年2月、最初のストーナー63が製造される。以後、1964年にコスタメサの工場が、ミシガン州ウォーレンに移設されるまで、合計234丁のストーナー63が製造された。 工場移設後、従来は木製だった重傷や重波にポリカーボネートプラスチックが使用されるようになる。ストーナー63の設計は、アメリカ合衆国特許第3198,076号の元で保護された。1963年3月4日、国防合同研究計画局は、様々な形態のストーナー63を25兆分発注した。これが、 最初の公的な購入であった。同年の8月から9月にかけて、これらのストーナー63は、バージニア州クアンティコにある海兵隊、地上部隊開発センターにて、性能評価が行われた。海兵隊では軽量差と、小口軽弾採用による、蛍光弾数の増加に対する良好な反応が多く、特に小銃形態と、軽機関銃形態を高く評価した。 トライアルは海兵隊の試験施設を兼ねた陸軍資材コマンド内の試験施設で行われた。しかし陸軍による試験ではいくつもの問題点が浮上した。例えば使用を想定していた M193 弾では機関部を動作させるためのガス圧が不足することが多く、同様の問題は AR-15 でも発生していた。こうした問題点のため、 ストーナー63の信頼性は非常に低いと判断された。試験の数ヶ月後、ストーナー63の正式採用見送りが決定した。陸軍ではステンレス製のガスシリンダーや二点式セレクタと独立した安全装置、はい鞘口のダストカバーと団体送り機構の変更などいくつかの改良を求めた。陸軍の要求に応えた改良型は、 ストーナー 63A として1966年から生産が開始された。ストーナー 63A 以前の初期設計型の生産数はわずか2000兆程度に止まった。LMG 型ストーナー 63A を手にするシールズ、隊員150発団体を収める専用ドラムマガジンを装着している。開発初期の段階で、少数の試作型ストーナー十三が、 東南アジアに展開している、シールズによって採用されている。1967年、第一海兵士団第一海兵連隊第三大隊 L 中隊によって、ストーナー 63A の実践試験が行われた。小銃種には小銃型のストーナー63及び 63A が配備され、それぞれ XM22 と XM221、e、の仮製式名で呼ばれた。 また、下級士官等にはカービン型のストーナー63が配備され、XM23 の仮正式名で呼ばれた。オートマチックライフル型は、分体支援火器として限定的に使用され、LMG 型と MMG 型も、L 中隊武器小隊にて共に使用された。同年、オランダスヘルトーヘンボスにある、オランダ武器兵器製造者は、アメリカ、カナダ、 メキシコを除く各国での製造権を獲得する。このライセンスのもと、NWM はいくつかの施策を行ったものの、輸出先となる顧客の確保に失敗したために生産は取りやめられている。1970年、アメリカ陸軍では LMG 型を XM207 の仮製式名で調達し、グリーンベレーにて実践試験を行った。 しかし、M16 と比較した場合の構造の複雑さと整備の難しさから1971年には採用計画が撤回されている。同年、キャデラックゲージ社はストーナー63の生産を完全に終了した。ストーナー63及び 63A の合計生産数はおよそ4000兆に止まった。一方、シールズではストーナー63のコマンド型を マーク23モッドレ機関銃として正式に採用した。1980年代後半を通して、これらのストーナー63は、段階的にミニミケーキ銃を国産化した M249 ケーキ間銃に更新され、多くは廃棄処分となった。ストーナー63は、コンポーネントの組み合わせにより15種類の派生型が存在したが、核。 組み合わせごとの部品共通性は限られていた。主なものではカービン型、突撃銃型、軽機関銃型などの組み合わせが存在した。ガスシステムは組み合わせにより異なる箇所に取り付けられた。この汎用性があだとなり、カービン型及び突撃銃型は同種の火器と比較するとやや重量があった。ストーナー63カービンストーナー63 ライトマシンガンストーナー63、ミディアムマシンガンストーナー63、フィックスドマシンガン。現在、ナイツアーマメントが生産しているストーナー LMG は、ストーナーシリーズの最新型にあたるが、その設計は、元々のストーナー63とは大きく異なる。ロビンソンアーマメントでは、ストーナー63の構想を一部引き継いだ、民生用半自動小銃として、 M96 を設計した。外見はストーナー63と類似しており、コンポーネントの組み換え機能も限定的ながら実現している。ライフル、カービン、ライトマシンガン、コマンドーはいずれもアメリカ軍による正式名称が与えられている。ありがとうございます。